はい、どうも皆さんこんにちは、サワヤンチャンネルでした。皆さんやってきましたね。気づきました、大阪来ております。いつもとは違う景色ですよ。あー、どうもどうもどうも、チャンネル登録よろしく。本日なんですけども、やっていく企画は、はい、外国人と付き合ってみたいかどうかやっていきたいと思います。第2弾、東京ではね、どっちがいいかっていうね、質問をしたんで、東京ではちょっと圧倒的に弟の勝利だったんですけど、まあ、何話の人間として、まあ、負けられない人は吹かせたいなと思ってるんで、果たして大阪になったら結果変わるのかっていう。一応大阪2年住んだからね、俺約2年で、僕初めてなんで、まあ多分勝つっしょって僕は思ってるんで、まあ、ちょっと検証していきたいと思います。ではレッツゴー。外国人と付き合ってみたいかどうかって質問してるんですよ。行ってみたい。パリです。パリ。なんか理由とかあります？まあ、かっこいいし背が高い。まあ、僕らは日本語結構喋れますけど、中にはね、喋れない人もいます。そういう人です。学ぼう。自分が英語を学ぼう。付き合うなら僕か、どっちがいいですか？せーの。はい。おかしいぞ。よし、幸先いいぞ。外国人と付き合ってみたいかどうか。ありです。あり。外国人イメージ何もないということです。イメージゼロです。無です。もし付き合うならどっちもいいですか？せーの。おーい、お、いただきました。外国人と付き合うのありかなしか。おい、ソフトじゃありました。イエス。まだ早いから次が。イエス。ちなみになんでありかっこいい。もう外国人全員ジャスティン・ビーバーらしいっす。らしいっす。ちなみにじゃあもしね、外国人ね、彼氏ができましたら、どんなデートしたい？どんな風にされたい？変な質問じゃないっすよ。変な質問じゃないっすよ。京都やったらギャップ萌え。もし言語の壁があるとどうですか？片言とか片言ちょっと本当に言うのわからない。あなたのこと本当にすぐ大丈夫っすよ。じゃあ最後の質問、最後の面なんですけど、付き合うならどっちか。もうすでに決まってると思うんですけど、一応ね、一応帽子も行きましたね。いい、帽子で取らなくてもいいから。せーの。はい、お決まりの。やっ、外国人と付き合うのありかなし。ありあり。お、幸先いいよ。ちなみにありの理由とか聞かせていただけますか？綺麗な子。外国の人ともし付き合ったら、外国人がこうしてくれるだろうなとかって結構あります。そこで、うん、スキンシップ。ああ、そういうこと。結構そういうの大丈夫。あ、公で。ちょっとハグとかね。はい、おー、いいね。じゃあ日本の人にもっとそういうのしてほしいです。してほしい。あ、してほしい。日本男子の皆さん、そこのあなた、スキンシップしてください、外で、ちゃんと。じゃあちょっと最後に質問なんですけど、もしデートするならどっちがいいですか？弟。あらっす。やった。外国人と付き合うのありかなし。あり。あり。あり。え、ありの理由とかもありますか？かっこいい。かっこいい。種類も。種類。ああ、確かに。子供が可愛い。あ、ハーフの子供が可愛い。例えば、外国の人にどういうのを求めてますか？レディーファースト。公でもこうスキンシップしてくれるとか。あ、それはあんまり。あんまり好きじゃない。なるほど。ハイはお前。チューはちょっとやだ。そこまで行ったらもうだ。あ、なるほどね。最後に質問です。僕が弟とデートするならどっちがいいですか？せーの。はい。インタビューする前からも決まってたと思う。大阪いいっすね。最高。外国人と付き合うのありかなし。圧がすごいじゃん。もうちょい離れて、もうちょい離れて。そんぐらいいいかも。あり、あり。お、皆さんあり。ありの理由とかなんかありますか？やばいっしょ。じゃあ、それ最後に質問なんですけど、もしね、一日デートするならどっちがいいですか？めっちゃ引かれたけど。え、そんな引く？せーの。ありがとうございます。今日初です。初いいっすよ。嬉しいです。ありがとうございます。外国人と付き合うのありかなし。あり。おお、あり。あり、めっちゃあり。ありあり。あり。あ、皆さん全員あり。なんでありか教えてください。美しいから。あ、美しい。美しい。ちょっと待って、こんな美しい魅力は間違いない。この人にはない魅力。あ、ない。その魅力を聞きたい。真摯真摯やん。あ、こういうのもう伝えないと。こういうのもね、やばい。
デートするから僕ピックアップパレード全員女の想定してせーの、うわー男性心がやっぱ人気があるんですよね外国人と付き合うのありがましくあり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 はい、ビンゴ、イエー、素晴らしい。なんか理由あります？外国の映画大好きだから。ああ、外国の映画。レオナルド・ディカプリオ。ディカプリオと佐藤健。ディカプリオ、若い。ディカプリオ、検証結果、ディカプリオ最強。外国の人と付き合ったら、きっと私のこういう願望を叶えてくれるだろうって感じがありますか？タイタニック。あ、タイタニックやりたい。今これやりますちょっと一回。ここで。僕多分話しちゃいますけど。今やりましょうか。足りないこと背負い投げ。やめろ。最高っす。あ、爽やね、爽や。ありがとう、ありがとう。爽や。じゃあ、最後の質問。もし、一日デートするなら、弟とか僕か、どっちか。せーの。ですよね。はい。